まずは学級裁判の簡単な説明から始めましょう。学級正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置きだけど、もし間違った人物を黒とした場合は黒以外の全員がお仕置きされ、みんなを欺いた黒だけが晴れて卒業となります。ねえ、本当に私たちの中に葉隠さんを殺した犯人がいるの？当然です。あのね、ゴンタは犯人じゃないよ。テンコだって犯人じゃありません。こんな乱暴なことをするのは男子に決まってます。いきなり容疑者が半分になったな。こりゃブラクショーだぜ。そんな理由で容疑者は絞れないよ。話し合っていろいろな可能性を検討してみないと。そうだね、まずは何について語ろうか。怪しい場所か、怪しいものか、怪しい人間か。新宮寺さんは見た目からして怪しいですね。怪しいといえば、妙な肩書きを持ってるのがいるじゃねえか。ああ、超高校級の総統のこと。怪しさ満点だよね。それ、自分で言うことじゃないよね。まあまあ、それぞれの潔白主張は議論の中でやってちょうだいな。じゃあ、そろそろ始めよっか。始めるって言ってもどうすればいいの？怪しいもんについて一つ一つ話し合ってみりゃいいんだろ。新宮寺の見た目と大間の才能が怪しいんじゃったか。うちの魔法で二人を丸裸にしてもよかったんじゃが、今は MP が足りんようじゃな。宿屋で一晩眠れば MP も全回復するんじゃない？なんて、学級裁判が終わっちゃうけどさ。そもそも何が怪しいのか、そして何が確かなことなのか、それをはっきりさせるためにも、まずは事件についてまとめてみるのはどうかな。そうだな、みんなで事件について確認していけば不審なところも見つかるかもしれない。そっか、じゃあそうしてみよう。
殺されたのは葉隠康弘君、僕のクラスメートだ。つまり被害者の康弘と容疑者の誠は知り合いだったんだ。ここにいる全員が容疑者だぞ。殺人が起きたのって赤松さんの部屋なんだよね。正確には赤松さんと苗木さんと日向さん、3人の主人公の部屋だったよね。もっと言えばそのシャワールームだったな。あの葉隠ってやつはシャワールームにいるところをいきなり襲われて抵抗する間もなく殺されたんだな。それは違うよ。あのね、桃田くん、殺人現場になった部屋の状況を考えるで、あそこでは争いがあったと思うんだ。そうだよね、東条さん。そうね、私は事件の前と後の2回赤松さんたちの部屋に入ったけれど、初めは少し埃っぽいだけだった部屋が、事件の後はひどく荒れた状態になっていたわ。赤松さんの言う通り、誰かがあの部屋で争ったと考えられるわね。あの部屋のひでえありさまは元からのもんじゃなかったんだな。東条もあの部屋に入ったんだ。掃除のために入っただけよ、寄宿舎のすべての部屋にね。ちなみにその時は犯人も葉隠さんも見ていないわ。東条さんが寄宿舎の部屋を出入りしてたのは私が地味に見てたよ。彼女が一つ一つの部屋にいた時間は短かったし、争うような物音も聞かなかったから、あの時に葉隠さんを殺すのは難しかったんじゃないかな。あの部屋で誰と誰が争ったのか、まずはそれを明確にすべきだね。そっか、もちろん葉隠さんと犯人だよね。お、そうなのか。他に誰がいるんだよ、脳内お花畑のバカが。どれがバカだ、俺は宇宙に轟く桃田カイトだぞ。急に大声出すなよ。あのさ、そこのバカ二人、議論が進まないから無駄なおしゃべりはやめてよ。おい、あっちのバカと一緒にすんな。俺様は美人すぎる大天才のイルマ・ミユだぞ。いや、一緒にして正解だよ、発言が同レベルだもん。殺人現場になった部屋の状況からして、葉隠はまず犯人と室内で争ってシャワールームに逃げ込み、それを追ってきた犯人に殺されてしまった。そう考えるのが自然かもな。うん、そういうことだろうね。さあ赤松ちゃん、この調子でどんどん進めてよ。なんで私を指名したの？オーマー、赤松に負担を押し付けてどうするんだよ。学級裁判はみんなで意見を出し合って進めるものだ。でもと赤松ちゃんにたくさん喋ってもらえば早く終わるかもよ。赤松を喋らせればフォローを出す、そう言いたいのか。お前は赤松を疑ってるみたいだからな。疑ってるのは赤松ちゃんだけじゃないけどね。疑って決めつけるだけじゃ議論は進まないよ。さっき西原くんが言ったみたいに、いろいろな可能性について話し合ってみないと。おう、そいつの言う通りだぜ。そもそも俺は赤松が犯人とは思えねえ。桃田ちゃん、疑わないって決めつけるだけじゃ議論は進まないよ。そこの男子、いい加減にしてください。議論が進まないのはあなたのせいじゃないですか。葉隠さんが殺された時の状況は日向さんの言った通りで間違いないと思う。次に確認しておきたいのは、
葉隠れさんを殺した凶器についてなんだけど。葉隠れの命を奪い去った凶器か。どうせぶん殴ってやっちまったんだろ。そういうのが得意そうなやつもいるしな。念のために言っておきますが、ネオ合気道の技は人を殺す凶器ではありませんよ。たとえ卑劣な男子を前にしても、せいぜい投げ飛ばして決めるだけです。無傷では済ませないんだね。ゴンタの拳なら凶器になると思うけど、紳士はそんなことしないよ。凶器になることは自己申告しちゃうんだ。あの死体に殴られた跡はなかった。だから茶柱さんたちの拳は今回の凶器じゃないよ。となると今回の凶器は腹部に刺さっていた刃物になるのか。天才の俺様は分かってたぜ。凶器はあのナイフで間違いねえ。ナイフ？葉隠れさんの腹部に刺さっていたのはナイフじゃなくて包丁だった。そうだよね。え、そうなの。そうだな。俺もちっと見てみたが、あれは確かに包丁だったぜ。怪しいの。お主の見間違いではないだろうな。包丁を他のもんと見間違える方が難しいだろうが。包丁か。確か厨房に置かれていたよね、あれ。なるなる、さすが超高校級の探偵だね。メス入りだよ。別に探偵だからってわけじゃないよ。僕が探偵として認められたのはたまたまだし。そもそも包丁の出所が厨房ってことくらい探偵じゃなくても想像できる。何にせよ西原くんの言う通りだと思うよ。厨房の包丁は一本なくなってたしね。なら厨房の包丁を持って行ったやつが怪しいな。ねえ、凶器なんてどうでもよくない？お、どうでもよくはねえだろう。だって容疑者は簡単に絞れちゃうじゃん。特大のヒントがあるんだからさ。それ殺人現場のことを言ってるの？え、犯人は安弘が殺された部屋の主で決まりだよ。神様もそう言ってるよ。あの部屋の主っていうと、苗木さん、日向さん、赤松さんの3人だよね。私たちを疑うの？殺人現場になったのが俺たちの部屋である以上、俺たちを疑いたくなるのは仕方ない。
でも俺はやってない。俺たちの部屋って言うけど、事件より前に入ったこともないしな。僕もやってないよ。赤松、あんたはどうなの？私だって違うよ。モノクマに言われて初めてあの部屋に行ったら、赤暮さんが死んでたんだから。でも殺人現場は赤松たちの部屋で、第一発見者も赤松。何か犯人じゃないって言える根拠がないと、あんたは疑われ続けるんじゃない？そんな。赤松ちゃんは違うって言ってるのに、頭から疑ってかかったらかわいそうじゃん。おい、そもそもてめえが言い出したことだろ。俺は赤松ちゃんが犯人だなんて言ってないよ。第一発見者を疑うのはセオリーかもしれないけど、短絡的に結論を出そうとしても望む結果には繋がらないんじゃないか。もっともらしい話じゃが、容疑者の言葉では説得力に欠けるの。でも日向君の言う通りだよ。先入観にとらわれずに、もっと議論を重ねて真実を解き明かさないと。君たちは試されているんだから。私は日向さんたちに賛成よ。事件についてまだまだ疑問が残っているもの。議論の余地がある以上、容疑者を絞るのは早計だ。僕からも。わかるよ。諦めたらそこで学級裁判終了なんだね。ゴンタ、難しい話はわからないけど、みんなと一緒に頑張るよ。そうだよ、みんなで協力してこの学級裁判を乗り越えよう。ここまでは順調に進んでる。でも、え、苗木さん何か言った？うん、なんでもないよ。いずれにせよ疑わしいのは3人。犯人と決めつける気はないけど、疑惑は未だ覆らないね。赤松たちじゃねえよ。俺はこいつらを信じるぜ。現時点ではあくまでも可能性が高いというだけだ。でもでも、3人の中の誰かが厨房から包丁を持ち出してたりして。もしそうならいよいよ怪しくなってくる。凶器である包丁、これを誰が持ち出し殺人現場に持っていったのか、それを明らかにすれば赤松さんたちの容疑も晴れるかもしれない。まずは赤松さんたち3人にそれぞれの言い分を主張してもらったはどう？それが妥当だね。彼らも語る機会を待ち望んでいるはずだよ。そうだね、赤松さんもそれでいい？やってみるしかないよね。いやいや、ちょっと待って。青年の主張をしてもらうのは OK だけど、一番疑わしい赤松さんにはやらせないよ。え、どうして？NSM だよ。何それ？なんかその方が盛り上がるかなってね。盛り下がっとるやないか。とにかく一番疑わしい赤松さんの代わりに、今回は第三者のこの人に主張してもらいます。あ、プチコ？自分以外が犯人だって主張をガンガンぶちかましあえよな。ぶちかますも何も、プチは何をすればいいんじゃ？魔法か？
必殺の魔法をぶちかませばよいのか。いや、魔法じゃなくて、物騒だな。問題になってるのは凶器になった包丁だから、包丁を見たかどうかとか、厨房や食堂で会ったこととか、何か話せることがあれば主張してもらえるか。これならなんとかなるかもしれん。しかっ、赤松さん、君に任せたよ。僕たちの声をよく聞き分けてほしいんだ。じゃあ新システムパニック議論の始まりだよ。俺は犯人じゃないぞ。やっぱりめんどいな。俺は厨房には一度も行ってないぞ。食堂にいたんだ。だから包丁を持ち出すことはできない。魔法とマジックの違いを教えていただきました。僕は厨房には行ってないよ。二人だけじゃったな。もし食堂に誰かいたの。魔法とマジックの違いは常識じゃぞ。お前が入れたのは紅茶でしたよ。茶柱には一度も行ってないぞ。食堂にいたんだ。だから包丁を持ち出すことはできない。魔法とマジックの違いを教えていただきました。僕は厨房には行ってないよ。二人だけじゃったな。もし食堂に誰かいたら、僕は厨房には二人だけじゃったな。もし食堂に誰かいたら、魔法とマジックの違い、魔法とマジックの違い、僕は厨房に二人だけだったな。聞こえたよ。ちょっと待って、茶柱さんと夢野さんが食堂にいる間に一人だけ食堂を訪れた人がいるはずだよ。おっしゃる通りです。ですがすみません、誰が来たかはよく見ていません。天子、夢野さんの教えを聞くのに夢中で、男子を振り返る暇なんかありませんでした。あ、来たのが男子だったから興味がないって言ってたんだね。じゃあ夢野さんはどうかな。食堂に来たのが誰か見てなかった？ああ、そういえばあの時厨房に入っていったぞ。もうここにはいない人間がな。
厨房に入ったのは葉隠さんだったってこと。うむ、見間違いはありえんぞ。ずいぶん目立つ髪型じゃからの。なら厨房から包丁を持ち出したのも被害者である葉隠康弘だと考えられるね。ご信用か、誰かを殺そうとしたのか、その真相は未だ闇の中だけどさ。でもそれって地味におかしくない？なんで凶器を持ち出した人が殺されてるの？そうだよ、おかしいよ。自分で自分のお腹を刺したりするはずないし。いや、てめえにしては冴えてるじゃねえか。俺様はとっくに理解してたけどな。あのバカくれとかいうやつは自分で腹を刺したんだ。つまり自殺しやがったんだよ。いや、それはないよ。初めに議論したように、赤松さんたちの部屋には争った形跡があったからね。よく気づいたな。バカどもがそれを忘れてねえか。俺様は試してやったんだよ。葉隠れは持っていた包丁を犯人に奪われて殺された、そういうことだろうね。つまり包丁を持ち出した人が犯人ってわけじゃなかったんだね。残念、赤松ちゃんの容疑は晴れなかったね。楓だけじゃなくて誠とはじめもだよ。ここはセオリーの出番ではないか。それって赤松さんのこと？疑念は再び君へ向かいつつあるようだね、赤松。待ってよ、私はやってないって。バイブみてえにブルブル震えてんじゃねえか。ほら、もう行っちまえよ。その方が楽になるぜ。赤松ちゃん、どうなの？君は犯人なの？それは違うよ。ああ、それは違うぞ。おやおや、旧主人公の二人が揃って決め台詞、ようやく盛り上がってまいりましたね。赤松さんは絶対犯人なんかじゃないよね。僕はそう信じてる。赤松、まだ諦めるのは早いぞ。みんなのためにも、お前自身のためにも、
ここで立ち止まるなんて終わり方しちゃダメだ。苗木さん、日向さん、赤松さん、希望を持ってほしいんだ。諦めなければ必ず真相にたどり着けるはずだよ。そうだよね、私もそう思いたいけど、でもどうすれば無実を証明できるのか。ああ、それはじゃあ俺が犯人を明らかにする決定的な証言をしちゃおうかな。犯人がわかるの？じゃあみんなお仕置きされなくて済むんだね。じゃあ小吉の証言を聞いたら今日はもう解散だね。やっと帰れるんじゃな。慣れ親しんだ寄宿舎のベッドに。え？もう慣れ親しんじゃったの？大間くん、そんな証言があるならどうして今まで黙ってたの？だってそんな重要な証言すぐに言っちゃったら面白くないじゃん。あのね、犯人は苗木さんなんだよ。え？何言ってるの？あなたの証言を聞かせてくれる？実は見ちゃったんだよね。おじさんが試合発表アナウンスを少し前に。あの部屋から一人で出てきたところをさ！この音を真実に。あのね、私はこの学園で目が覚めてから死体発見アナウンスを聞くまで苗木さんとずっと一緒に行動してたんだ。だから大間くんが見たのは苗木さんじゃないよ。ふーん、赤松ちゃんは真実より苗木さんを守る嘘を選ぶんだ。大間くんの証言に何か証拠はあるの？ううん、あるわけないよ。俺が苗木さんを見たっていうのは嘘だからね。おい、てめえ、ふざけてんのか！みんなの命がかかっている場面で嘘の証言をするのは感心しないわね。苗木さんに喋ってほしくてちょっと釜をかけてみただけだよ。あ？なんでそんな回りくどいことする必要があんだよ。だって苗木さんが事件前後にどこにいたのかはっきりしていないよね。ああ、本気で疑われたら苗木さんも口を開いてくれると思ったんだけどな。まあ、見えすいた嘘に見えすいた嘘で返すのもどうかと思うけど。そうだ！俺様が死体発見アナウンスを聞いて、てめえらの部屋に行った時、バカ松は一人で、しなびきはいなかったじゃねえか！死体発見アナウンスを聞くまで一緒だったなら、
それからバラバラになるのは変だよね。おかしいな、なんでかな。楓は答えられる？苗木さんを助けたかった。その思いは美しいものだけれど、赤松さん、君の嘘は誰かを守るにはあまりにもろく儚いものだったよ。ごめん。え、赤松さん、嘘をついたの？気づいてなかったんだね。赤松さん、僕を…大間の嘘に振り回されただけで、結局何もわからねえままじゃねえか。そうこうしてる間にも、残された時間は刻一刻と短くなっていくわね。え、裁判に時間制限なんてあったっけ？そりゃあれやろ、議論を続けて時間稼ぎなんてグダグダ展開、誰も望んでおらへんからな。そうなったら貴様らをぐっちゃぐちゃにして地獄っぽい光景でごまかすけどな。これまでに分かったのは、凶器である包丁を持ち出したのは葉隠さんで、彼は赤松さんたちの部屋で犯人と争い、凶器を奪われて殺害されたということね。容疑者は全然絞れてないけど、特に怪しいのは赤松たち3人。それは変わらないよ。ああ、めんどいの。赤松、もう自白してはどうじゃ。自白することなんてないよ。面倒だからって終わらせようとしないで。主は言いました。楓が犯人。もうそんな流れでどうかと。こんな形で終わっちゃダメだ。それじゃ誰も満足しないよ。だから、日向くん。そうだな。ここは俺に任せてくれ。みんな聞いてくれ。さっきも言った通り、赤松は犯人じゃないんだ。何か赤松さんの容疑を晴らせるような証拠が？また男子が嘘をつこうとしているなら、天狗が承知しませんよ。いや、嘘じゃない。確実な証拠があるんだ。現場になったあの部屋にはあるものが落ちていた。そうだよな、北条。あなたが言っているのはあれのことかしら。確かに落ちていたけれど、それが…それともう一つ重要なことがある。赤松、お前は気づいてるんじゃないか。あの殺人現場に違和感があったことにな。俺たちの部屋に落ちていたもの、そしてある大きな違和感、それらを合わせることで見えてくる事実があるんだ。あ、それってもしかして。ちょっと待って、そこまでだよ。それ以上はさせないよ。だってこれって体験版なんだから。ぷぷぷ、お前らのご入学を心よりお待ちしてますよ。ねえ、僕たちの演技、どうだったかな？うっぷぷ、悪くなかったと思うよ。最後、もうちょっとありそうでないという無意味な引きもね。最後にうまく盛り上げられるか、ちょっとヒヤッとしたけどな。
なんとか無事に終われたし、今日のところはこれで解散だな。バーイなら。みんな、お疲れ様。ああ、お疲れ。またな。おい、待ってくれって。アホか。あ、お知らせでーす。素敵だわ。ヘルヤー。バッグマン。